京都村上義平選手です。村上選手にとってこのシリーズが復帰戦となっていますけれども、3日間振り返っていかがですか。そうですね。あのまあ練習の時からまあ,あの最低限の体力を維持できていると思います。決勝戦戦い方はいかがですか。すね、あのまあ相談して近畿まとまるので、僕は4番手を固めたいと思います。村上選手は4番手ですか。 そうですねあの、まあ、連日、脇本と松岡と頑張ってくれているので、まあ、そこの前を回る理由がないので、はい、4番手でどんなレース見せていきたいですかもちろんあの優勝を目指してしっかり踏みたいいと思います最後にファンの皆様へメッセージを3日間、えー、声援ありがとうございました決勝戦もしっかり優勝を目指して頑張ります応援よろししくお願いします秋田の森澤太志選手です。 決勝進出となりましたけども、準決勝戦はいかがでしたかそうですね。日田君のダッシュにちょっと離れてしまって、日田君にも迷惑だし、後ろの安倍さんにも迷惑だし、申し訳なかったですね。ただ苦しい展開も自ら行き、決勝進出となりましたね。そうですね。なんとかリカバリーできて良かったです。決勝戦の位置を教えてください。はい。また日田君の後ろで頑張りたいと思います。日田選手との連携というのはいかがですか そうですねもう強いんでとにかくまずついていくことを考えてはい、頑張りますそれでは決勝戦に向けて意気込みをお願いします日田君に離れないようにしっかりついていきたいと思います応援よろしくお願いします三重浅井光太選手ですさて準決勝戦は脇本選手マークのレースでしたけどいかがでしたはい、えー、もう信頼してしっかりつけましたね浅井選手もコアアシストを見られましたねはい、えー、しっかりバンテの仕事をして一、えー、着取れました 決勝戦の戦い方を教えてください。近畿と別戦で自分は地域で頑張ります。メンバーご覧になってはいかがですか。楽しみですね。はい。三日間の走りを振り返ってご自身感触というのはいかがでしょう。まあ感触は良くなってます。それでは楽しみな決勝戦意気込みをお願いします。いいですします。応援お願いします。兵庫松岡健介選手です。準決勝戦はいかがでしたか。そうですねあの。 まあいんなところがあれば一生懸命行くだけだ,だ,けだったんであのー、まあ早かったですけど結果良かったんで良かったです前の動きもしっかり見えていましたかそうですねあのマキ君が突っ張ったのかどうかはちょっと確認できなかったんですけどまあいいタイミングだったと思います準決勝は村上選手とワンツーでしたねはい久々にいい気分で走れました松岡選手決勝戦の 戦い方を教えてください。ええー、村上さんが向かわせてくれたので、あの、脇本君の後ろ回ります。決勝戦の意気込みを最後にお願いします。はい、えー、優勝を目指して一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。福島に行った雄大選手です。準決勝戦早めに行けましたね。まあ、なんとかこう森沢君が、えー、チャンスを作ってくれたので、そのチャンスを逃さないように。えー、頑張った結果がああいう感じになりましたね。 3日間、シリーズを通しての走りというのはいかかがですかえまあ2日目だけがちょっと積極的に攻めたい気持ちはあったんですけど、えー、結果に出なかったのでまあそこだけですね初日3日目はただ早めに行きました、決勝戦、どうううででしょう、うん、そうですねまあ本当はもうちょっとこうもっと力強いレースっていうのを準決勝でもしたかったんですけど。<laughs> まあ準決勝、ちょっとこう思った通りの展開にならないところを森沢く君がこう展開を作ってくれたのでその仲間が作ってくれたチャンスっていうのを生かすためにアイフになったんで決勝は今度は僕がチャンス作れるようにあのーまあのま森沢のためにというか北日本全員のためにあのーしっかり優勝を狙って走れるチャンスを作りたいいと思います近畿は4者の長いラインとなっていますけど、はい。 まあなるだろうなと思ってたんで、別にあのいつも通り走りたいなと思います。それでは最後に決勝戦に向けて一言お願いします。えー、北日本の、えー、この函館記念で、えー、決勝に上がることができて本当に嬉しいです。えー、この決勝戦で、えー、森沢君と二人なんですけど、えー、まあこの決勝に上がれなかった人たちの、えー、悔しさを胸にしっかり。 僕らで優勝勝ち取ってみんなにこう報告できるように頑張りたいと思いますそしてあの連日たくさんのご声援を送ってくださったファンの方々も最終日もしっかり誠援に応えられるように全力で頑張りますので、えー、僕らのレースを楽しみにしていてください大阪大竹歩夢選手です決勝進出おめでとうございますありがとうございます準決勝戦はいかがでしたかそうですね自分の仕掛けが遅かったので後ろの南さんに迷惑をかけてしまいました ただ初日、2日目はしっかり逃げて、結果を残してますすねねそうです、ね、初日と2日目は思い切った競争ができてよかったんですけど、ちょっと今日は反省しかないですそして決勝戦ですけれども、いかかがですかそうですすそうね決勝はあの近畿の先頭を任せていただいたので、精一杯頑張りたいと思います近畿の先頭を背負う気持ち、いかがですかそうですね、もう頑張るしかないので、力いっぱい走りたいと思います。 記念の決勝戦というのは、何度目ぐらいですか。そうですね、準決勝も、ですら二度目だったので、初めてです。初めての決勝戦。はい。今の気持ちいかがでしょうか。そうですね。まあ、自分は力がないんですけど。まあ、どの競争走る動画。自分の力出し切るしかないと思っているので。まあ、記念の決勝ですけど、精一杯走りたいと思います。神奈川の小原大樹選手です。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。 さて、準決勝戦ですが、振り返っていかがでしたか？そうですね。あのー、展開が向きました。決勝戦は何度目ですか？3度目です。はい、それでは3度目の決勝戦どう戦っていきたいですか？えっと明日も短期で頑張りたいと思います。まあ2日目、3日目は短期でのレースだったんですけどもいかがでした。まあそうですね。もう v 見てもらえるとわかると思うんですけど、流れが向いたって感じですね。 流れでも向いている決勝戦最後に意気込みお願いしますそうですねあの最終日もこの流れを維持しつつ頑張りたいと思います応援よろしくお願いします徳島畑聡選手です準決勝戦振り返っていかがですかそうですねもうしっかり追走だけ考えてたんでまあ良かったですラインで上位独占となりましたねそうですねそれが一番良かったですそして決勝戦ですけども決勝戦戦い方はいかがでしょう そうですねもう浅井子の後ろに行かしてもらいます浅井選手同期連携ですか、はい、そうです同期連携というのはいかがですかそうですねなかなかないんで嬉しいです畑選手二番手のレースというのはいかがでしょうかまあなかなかないことなんでまあ慣れてないんですけどまあしっかり頑張りたいです最後にファンの皆様に一言お願いします、えー、しっかり追走して頑張りたいと思います応援よろしくお願いします 福井の脇本裕太選手です。準決勝戦振り返っていかがですか。まあそうですね。あの阿部君のまあちょっと突っ張りにはまあびっくりしましたけども、まあ落ち着いて冷静に対処できたかなと思ってます。ラインで上位独占も決めましたね。そうですね。本当に浅井さんのおかげだと思ってます。決勝戦ですが、戦い方を教えてください。まあそうですね。あの近畿でまあ話し合った結果、まあ僕が大竹さんのバンテに回ることになりました。二番手のレースというのはいかがですか。 まあそうですね、あのー、オールスターで1回、野原君の番手について依頼だと思うので、はい、久しぶりですけども、も、はい、しっかりり頑張りますどんなところに注意していきたいですかまあそうですね、まずしっかり、まあ、その番手の,そのか仕事を考えて、はい、走りたいいと思ってます番手の仕事と教えてもらっていいんですか、まあ、とにかくあのしっかりついて、あのーまあ、そのちゃんとゴール,、まあ、ゴール前にはそのラインで決めれるようなレースをしたいなと思ってます。 それでは決勝戦に向けて一言お願いします。はい、一生懸命頑張ります。お願いします。